日本国旗批判の教授に山口を本当に読んだのか。山口さんというのはあの山口さんですかね。深入り、はい、参りましょう、はい、ほんま腹立つやろ読んどらへんねんこんなんね。読んでないのに。ただね、私日本国旗を出した時、まあ私はもう、はい、だってアンチが多いんで、だって本出すと、はい、まあネット上にアンチがいっぱい来るんですけど、あ、まあ今回の日本国旗のアンチは数はすごいね、想像する規模ですか。だからね、よほどねこの本が読まれたくない、この本をとにかく多くの人に手に取ってもらいたくないという、そういう勢力の強さを感じますわ。ほいでね、僕はこの本は、あ、まあもちろんこれ たくさん持っておられます。あの、まあまあ、ネタバレするわけないけど、まあ、言いますと、はい、最後の12章13章終章、この3つ最後の章がね、私本当に書きたかったことなんですね。だそれ以前はもちろんそれ以前も力を入れて書きましたけど、それ以前はその最後の3章4章の中の伏線みたいなもん で、ところがね、批判してくる人は、この最後の12章13章14章これに対しては一切だんまりやね。ここに突っ込むと大きな問題になってくるんで、だからあのここを読まれたくないっていう人がね、もう細かいところ言ってくれ。確かに多少ミスもあるんですよ。あの、例えば、当時、国務大臣やったのを商工大臣と書いたりとかね、まあ、あの日付のミスがちょっとあったりとか、まあ、そういうミスあるんですが、それを鬼の首取ったようにね、言うてくるので、さらにですね、ここがあのウィキペディアに表現が非常によく似てるとかね、はい、だからもうパクったやろとか ね、あのね、歴史というのはね、事実があるわけで、そこをね、そのまま、要するにその事実を書けばね、さあ似るよそら、そのね、事実をねじ曲るわけいかないからね、それやのに、だからそういうね、そういうところで表現じゃないですからね。そうそう、そうやね、で、そう、歴史はオリジナルじゃないからね、歴史的事実になるから、もうそれに関して、まあ、いろんなアンチが湧いてきてるんですが、その、その中の一人がこの山口二郎ですわ。もうその書き方もひどいでしょ、百田のホラー話を読んで日本に生まれたことを感謝できるとはよほど幸せなのだろうって、そこ以上悪い書き方ですね。いや、僕ね、大概無視するんだけど、これちょっと無視できなかった言うたのは、腹立つのはね、つまりあの、まあ、僕に対する悪口はいいよ、読者の悪口言われたら本当腹立つんでね、はい、ちょっと山口ほんまちょっとほんま一回言わせたらなかなと思って、まあ安倍さんをあれですか、お前は人間じゃない、ぶった切ってやるって言った人ですよね、はい、この人は。確かね、ぶった切ってやるで、そんな言うて、すごい発言ですよね。そんな言うてなんか、ほんなら僕で言わせてもらったら殴ったのか、ほら、はい、百田さん、ダメです、はい、ボクシングやった方は人殴っちゃダメです、狂気ですから、はい、百田さんの拳は狂気ですよ、はい、はい、いけません、はい、言論で、百田さん、もう言論弱いね、言論で、あくまで言論で勝負しましょう、言論が弱い、ダメですよ、そんなこと、心弱いこと言っちゃダメですよ、はい。